愛してるを知りたいのです。翔さん、君は自分がしてきたことでどんどん体に火がついて燃え上がっていることをまだ知らない。翔さん、燃えています。燃えています。燃えていません。燃えています。どうした？少佐の瞳があります。少佐の瞳と同じ色です。これを見た時のこういうのを何と言うのでしょう。ギルベルトから最後にどんな命令をもらった？逃げて自由に生きろと。それから私にとってただの道具だった貴様が。バイオレット、バイオレット、君は道具ではなくその名が似合う人になるんだ。いつか俺が言ったことが分かる時が来る。そして初めて自分がたくさんやけどしていることに気づくんだ。愛してる。